こんにちは、春風ツアーです。フッティルーテンをご紹介いたします。今回は、フッティルーテンをおすすめする理由、フィヨルドやオーロラ、絶景の連続、そして世界で最も美しい船旅。フッティルーテンはノルウェーの沿岸部を南のベルゲンから北のキルケネスまで12日間かけて往復する定期船です。このベルゲンからキルケネスまでの距離は2400キロ、日本で申しますと北海道から沖縄の距離に相当します。このノルウェーの部分を取り出してみますとこのような形になります。赤い線が書いてある方が海側です。この赤いルートに沿って往復の航行を行います。現在ではこのような大きな船で、もともとは貨客混載船なので、もともとは貨物輸送として始まったので、貨物も積みますし現地の方の足にもなりますが、今は、メインとしては世界中からいらっしゃるお客様にオーロラを含めた大自然をお見せするのが主な役割となっています。北極圏を越えれば66度以上ですね、北極圏に入れば夜はオーロラを見ることができますし、また夏の間はその地域はミッドナイトサン、7月の時期によりますと沈まない太陽を見ることも可能です。そして壮大なフィヨルドですね、これがずっと続く、このような景色がずっと続いてまいります。またある地域を越えますと、いわゆる樹木の生えない森林限界を越える地域に入ってまいります。樹木は生えませんが、そんな中でも苔やシダの類がたくましく生きておりますので、その岩と雪と、そしてシダ苔の緑と、その厳しい自然環境を、その大自然をその目でご覧になることができます。そしてアメリカの最大の観光ガイドブックであるロンリープラネットをして、世界で最も美しい船旅と言わしめたのがこのフッティルーテンのノルウェー沿岸ルートです。今回はフッティルーテンをおすすめする理由、世界で最も美しい船旅をご紹介いたしました。ありがとうございました。